ゆゆしきは、三上大又による日本の4コマ漫画作品。法文社の月刊4コマ漫画雑誌、漫画タイムキララ2008年2月号に、ゲスト掲載された後、同年4月号より連載されている。ゆずこ、ただ、縁の3人が繰り広げるまったりとした、学園生活を描いたゆとり系4コマ作品となっている。ゆゆしきの発音は、 有意式自体などのイントネーションとのことである。2012年8月にテレビアニメ化が発表され、2013年4月から6月まで放送された。2017年2月22日に OVA が発売された。2019年1月26日に公開された作者のインタビューによると、ループ軸を回避するために交友関係もリセットされる。また、 雑誌発売時の季節感を捉えた上で2年生の話を描き続けたいとのことである。大の仲良しである野野原ゆず子、一ゆ日向な園の3人組は高校生になっても変わらず友情を育んでいた。その3人は通っている女子高校に情報処理部という部活動があることを知り、そこに参加する。3人が行う情報処理部の活動内容とは、 パソコン2台とホワイトボード1台の物質で気になった単語をインターネットで検索し、それで得た情報や知識を題材にした取り留めのない雑談から得られた彼女たちなりの教訓をホワイトボードに記入するというもの。部活動の他にも優しい教師との触れ合い、新しい友人たちとの出会いなどを通じ、3人はまったりと賑やかな学校生活を送っていくこととなる。 書籍はすべて法文社より、漫画タイム系 R コミックスとして刊行されている。カバー下には、おまけの4コマ漫画が裏表で、各1本ずつ収録されている。第2巻以降では、各は3ページ目の柱にて、ゆずこ、ただ、縁の3人への一文一等が書かれている。第1巻の柱コメントは、第2巻の巻末に収録されている。巻末の作者欄には、 キャラクターの昼寝シーンが描かれている。原作は4コマ、漫画だが、こちらは、ストーリーアンソロジーコミックとなっている。If you want to be happy, b のタイトルで、ロンドローブから発売。2013年12月に開催されたコミックマーケットにおいて、先行発売された後、2014年3月27日より、アニメート限定で発売された。 声優陣はテレビアニメと同一。2013年4月から6月にかけ、独立局他にて放送された。エグジットチューンズが制作に関与した初のアニメ作品である。また、キネマシトラスが、コド、ブレーカーに続いて、アニメーション制作を担当した作品でもあり、秋や浮江や香りなど、同作に参加していたアニメーターや演出家が、本作にも多数参加している。 公式サイトでは、金色モザイクとのコラボレーションのエイプリルフール企画として、キャラクターの入れ替えが行われた。また、同作のテレビアニメ第6話では、雑誌、アニメタイムキララの巻中特集という形で本作が登場し、エンディングにも製作委員会のゆゆ情報処理部が協力としてクレジットされた。2014年6月22日には、 2013年から2014年にかけてアニメ化された漫画タイムキララの作品群を出展するイベント漫画タイムキララフェスタへ本作も出展され主要声優陣が登壇したイベントについては漫画タイムキララフェスタを参照2016年1月12日から BS11 で再放送された際エンドカードが全話一新された 2016年3月26日に開催されたアニメジャパン2016のステージイベントハロー。金色モザイク油油式合同同総会にてスペシャルエピソードの制作が発表され2017年2月22日に OVA として発売された。OVA ではキャラクターデザインが変更されより原作に近いタッチとなった。ブルーレイ DVDCD ファンブック有識 TV アニメ公式ガイドブック、情報処理部のライフローグ、テレビアニメ版のガイドブック。各声優インタビューや、スタッフインタビュー、設定資料やイラストなどが収録されている。ありがとうございます。